思います。はい、わかりますか、クレヨンしんちゃんのママが韓国で買ってきたものを持ってきました。ありがとうママ、ママありがとう。はい、あ、そうです。え、放送事故です。大丈夫だよ、大丈夫だよ。ちょっと待って、いいよ、好きにやれ。いや、ちょっとそうそう、お前の番組なんだから。あ、ほんと？好きにやるわ。お米って何粒？お米って何粒って何だ？お米1合って何粒？分かる？お米1合、何粒かは分かんないけど。ちょっと待って、パジャマの紹介をしろよ。最初の2人しかしてねえぞ。こんなセットオフとセットアップと家族、ママありがとう。これなんすか？あ、これ、うん、これだけ見るとめっちゃ可愛い、ね、可愛い、ね、まあ、普通のパジャマですね、どこにでもある。これ、これ、まあ、後ほど。え、うん、で、あ、デイリー、あ、ちょっと自己紹介してください。ミルと申します。わー、世界平和と、まあ、食事を大事にしようという歌を主に歌っております。そうだっけ？そうだっけ？あれ、そうだっけ？あ、そうだっけ？うん、覚えてくれたじゃないですか。覚えてんだよ、なんかいろいろ。ちょっと、ちょ、月曜日行ってきたばっかだからさ、ライブに。そう、それで面白いやつ言うの、ちょっと。顔まで引っ越してきた、今日で。昨日、昨日引っ越してきた。やばくない？すごい。やばくない？え、どうやばい。何つけてるの？頭に。スイカ。あ、いいね、美味しそう。本当だ。夏？夏は。でも、あのスイカが一番フルーツの中に好きで。ああ、じゃもう時期終わるね。大丈夫。そう、悲しい、めっちゃ悲しい。大丈夫ね。最近スイカ高くなってきてるから。そうだね。そうそうだね。じゃ半額で買わないとね。半額が。やっぱ半額ね。いいね。カミミさん、半額で買ってくださいね。言ってくださいよ。何が？何が？売店で、売店あるじゃん。売店。売店あるけど何？あそこにスイカ半額だ。猫さん死んじゃう。スイカないと生きていけないって。半額で売ってあげて。50% 割引ないと買えないって。畑に行け、畑に。夜遅いとね。はい、仕事早しです。はい。まっさり。始まりましたよ。皆さん、秋のパジャマパーティーです。MC です。ありがとうございます。動物園です。この番組はですね、タワマンに住んでる方を呼び出して、管理人さんも呼び出して、あと警備員さんも呼び出して、
組となっておりますのでね、女子会なのでね、女子会の監視カメラで見てる感じで見ていただければなって思いますのでね、ツッコミのスキルを上げようっていうコーナーをやります。はい、まあまあ日韓問題知ってる、みんな日韓問題っていうのはムン・ジェインと安倍総理のまあ戦いがあるんですよね。ムン・ジェインっていう人がね、もうなんかね、安倍さん、安倍さん、安倍さんって言うから安倍さんがうるせえなお前みたいな戦いがあるんですよ。でそれが日本と韓国で起きて、ムン・ジェインさんは韓国人なんですよ、安倍さんは日本人なんですよ。でもう会話が分かんなくてマジで、で翻訳機使うと安倍さん、安倍さん戻れ、もういい、もういいわ。あのね、知ってる、この子ね、時事問題出したら結構面白くなるよ。そう、前もね、年金問題を話してたらめちゃめちゃ面白かったから、それちょっとね、日韓問題を出してみたんだけど、ダメですか？ ありがとうございます。ダメですか？いや、ダメも何も、ペラッペラの、ペラッペラの、まだ、まだ始まる、これから。あ、ほんとにこれから始まる。俺、それ自分で、お前、ハードル上げたけど大丈夫？それ大丈夫か？これから日韓問題って言わなきゃいけないから。あ、これから、これからね、やっぱね、ちょっと翻訳機がないとね、わかんないから、会話が。韓国語と日本語わかんないから、これからは韓国語と日本語を合わせた日韓語をつければいいと思いまーす。イエーイ、解決です。戻れ。ね、はいね、こんな感じでね、こいつは自治問題を扱わせると面白いってね。面白かった。うん、でも正直、でも日韓問題って言われて3人はなんか話せる。話せる。ほらほら、もう。ということで、見ていただいてありがとうございました。コメント全て読めなかったんですけど、後で、読みます。はい、で、一人で読んで読みますので安心してください。はい、ってことで、バイバイ。あと、こっち1万円いただきました。ありがとうございます。バイバイ。あ、次日曜日、フォーマフです。はい、お願いします。お願いします。バイバイ。ありがとう。